古今ただは、中国秋代に刊行された説は、花石作伝に登場する架空の人物、カウの妻。父は、古イ外。子は、石作となっている。184年、劉備、カウ、張飛が義兄弟のちぎりを結んだおり、カウと張飛は、孝子の憂いを立つために、互いに相手の家族を殺すことにした。カウの家にやってきた蝶比は、命乞いをする。 息子の官平を殺すに忍びず、友として連れて行くことにした。この時、関羽の妻であった、古金忠タも見逃してやった。古金忠タは、実家の小屋荘に帰り、間もなく関羽の男児を産む。七年後、男児は七歳の時に迷子になる。そして、作員外なる人物に拾われ、そのまま養子として育てられる。関作はその後、道子科学先生なる人物の下で、 三百、陸刀を習い、武芸の修行に励んだ。二百三年、作道は十八歳になったある日、両親のことを科学先生に尋ねてみると、科学先生は、作家僧へ行くように教えた。作道は、科学先生と別れ、下山することにした。作院外は、作道に、お前の本当の父親は、劉備という神社に仕える赤雲長将軍という、 男だと告げ、彼と共に、小野草に行った。外祖父の子イ外は、作動が関羽に似ていないので疑うが、母の、古金正氏が、目印となる、耳の後ろの小ぶによって、息子と認知した。その時、太さんの強盗が、小野草を襲った。花関作は、父の残した甲冑、花棒に身を固め、武器を取り、俗の二人の頭目、巨伐山、長ダウンと戦い、 これらを生け取りにし、巨伐山、長ダウンの兄弟分10人と合わせて、全12人の族が皆、花石作に基準することになった。その後、花石作は母親である、古金正と12人の部下及びその軍勢を従えて、古院外と別れ、小野草を離れた。まだ見ぬ父、漢を訪ねて、西川への旅に出た。211年、恐竜祭にいた菅は、 前夜に見た夢について宝等と諸葛亮に占ってもらっていた。宝等はその日のうちに兄弟三人のうち誰かに教授ありと占い、諸葛亮は逆に三兄弟の中に新しい兄弟が加わる刑事ありと占った。その日の昼時、王孫健の配下の用品なるものが関羽に投稿した。関羽は喜んで用品と義兄弟になる。その夜に、 洋品は関羽に変装し、関羽の馬を奪って逃走した。翌朝、洋品の裏切りを知った関羽は劉備に連絡し、みんなで手分けして、洋品を追った。一方、洋品は、花石作のところへやってきて、私が石運長であると偽る。だが、一緒にいた母の、古今正に見破られた。そこへ、長飛が現れ、ことの次第を告げた。その場を逃げようとした。 用品だが、花石作に殺された。古今忠から事情を聞いた張飛は、花石作を連れて、先に、関羽のもとへ急いだ。この時、用品を追って西へ行った関羽は、曹操の軍勢に囲まれ、苦戦していた。そこへ、張飛蝶雲官兵花石作らが駆けつけ、曹操軍は大敗した。張飛は、花石作を関羽に合わせるが、関羽は、 花石作の話を信じようとはしなかった。花石作は早々に味方すると怒ったが、長飛が古今忠しの話をすることで関羽はようやく納得し、花石作は先ほどのことを浴び、撤回した。関羽が、花石作、古今忠しを劉備に引き合わせ、祝縁を開いた。ありがとうございます。